ブリティッシュエアウェイズ38便事故、ブリティッシュエアウェイズ38便事故、ブリティッシュエアウェイズ38便事故、ブリティッシュエアウェイズフライト38とは、2008年1月17日午後12時34分、現地時間にイギリスで発生した航空ゆえである。なお、事故当時、コックピットには、機長と副操縦士のほか、交代機長がいた。 2008年1月17日、中華人民共和国の北京首都国際空港から、イギリスのロンドンヒースロー空港に向かっていた、ブリティッシュエアウェイズ38便は、ユーラシア大陸を横断する長距離飛行の後、着陸のため通常通り滑走路27リットルに ILS アプローチを行っていた。この時の操縦は、副操縦士が行っており、それまで38便には何も異常はなかった。 しかし、38便は27リットル滑走路の手前、高度の地点からエンジンのスロットルへの反応が全くなくなった。そのため急激に高度を落とし、午後12時34分、現地時間及び、協定世界時同じに滑走路の手300メートルの不正地へ墜落し、機体下部を地上にすりながら滑走路直前で停止した。機体はその衝撃で、右出脚が脱落し、 左主脚が左主翼の付け根を破損させ、エンジン及び主翼から燃料が大量に漏れたが、火災は発生しなかった。着陸態勢に入っていたため乗員乗客全員がシートベルトをしていたことと、その後の緊急脱出に成功したため死者は出なかった。墜落の衝撃などで乗客一人が重傷、乗員四人と乗客八人が軽傷を負った。 38便は墜落直前に空港外周にある A3 一般道路のわずか6メートル上空を飛び越えたがそこにはイギリス首相のゴードン・ブラウンが乗車していた車もあったという。BBC は同期は墜落前にエンジンが2機とも停止して滑空状態になっており一歩間違えば第惨次になっていた可能性があったと報じた。イギリスの航空事故調査部 アイブが1月18日に出した初期報告では、パイロットからの聞き取りとフライトレコーダーの初期解析の結果判明したこととして、飛行と侵入は滑走路27リットルの最終段階に入るまで正常だった。墜落した位置から3.2キロメートル手前、高度183メートルで突然の強風に見舞われたため、自動スロットルが作動したがエンジンは反応せず、 さらに自動スロットルが水力を増加しようとし、パイロットも手動でスロットルレバーを動かしたが、この時もエンジンは何の反応も示さなかった。機体は減速し、滑走路手前の芝地に墜落したとしている。また、機長は墜落の直前に機体の効力を減少させるため、突さの判断でフラップを30から25に引き上げていた。この操作により、 機体が少しだけ長い間滑空し、ギリギリのところで滑走路手前まで到達することとなった。38便の機長は記者会見で公的機関による事故調査が進められているため公式にコメントしないと表明したが、実際に操縦を担当していた副操縦士は事故の直前最終アプローチの段階で機体力がないことに気づいたと話した。 そのため機体は滑走路手前で設置し、機体が大破してしまったという。死者は出なかったが、ボーイング777としては1995年に就航して以来初めての機体が大破、全損する事故となった。低温環境での長時間飛行中に燃料管内で小粒の氷が生成され、エンジン出力を上げた時にその氷が一箇所で詰まり、 燃料の流れが悪くなったのが原因とされる。事故機となった GYMUM メーカー製造番号3314は、ボーイング777の通算342号機で2001年5月18日に初飛行し、同年5月31日にブリティッシュエアウェイズに引き渡されたもの。エンジンは、ロールスロイスのトレントを800型。 ブリティッシュエアウェイズが受領している45機のボーイング777で42番目に受領した機体で、初飛行からまだ7年しか経っていない新鋭機であった。事故原因として、当初はエンジン2機が同時に故障したためとの推測もあったが、搭載エンジンのトレント800は信頼性の高いエンジンであり、それが同時に故障するのは非常に確率が低いとされ、 また機体制御システムのプログラムの暴走の結果というご報道もあった。ただ、このような事故が起きた一方で機体はほぼ原型を止めていて乗員乗客も全員無事だったため当初事故調査を行っていた英国航空事故調査局 i イブの調査官たちは事故の原因を無に解明できると考えていた。ところが調査は予想よりも難航した。 その理由として、調査官たちが当初に提起した可能性のある事故原因はどれもこれも当てはまらず、やがては燃料の汚染や燃料タンクの目詰まり、さらには小さなテープの切れ端と製造された際に誰かが置き忘れたと思われるプラスチック製のスクレーパーが左タンクから発見されて事故原因として疑われた。加えて、この事故の約2年半前、2005年8月1日に、 マレーシア航空124便で発生した同型機のコンピュータの不具合までもが可能性として浮上したが、それらの仮説は結局すべて否定され、一時は調査が行き詰まり、原因が判明するまでに1年近くかかった。それでも、アイブは2008年9月に公表した中間報告で燃料中の水分が凍結したことが事故の引き金になったとの見解を示した。それによると、 燃料供給システム内で氷が生成され、エンジンに送られ燃料が制限されたというものである。ただし、この時点ではまだ推測の域を出ていなかった。事故から約10ヶ月後の2008年11月26日、デルタ航空18便、ボーイング777において発生した不具合が、中間報告の推測の裏付けとなった。 この時のデルタ航空の777型機は北京を出発しアトランタへ向かう途中高度39000フィートを航行中にエンジン1機の水力が38便と同様に反応しなくなった。ただしこの時は高度が高かったためパイロットはエンジンを数秒間アイドリングさせた。これによって燃料供給システム内の氷が溶け無事に アトランタ空港へ着陸できた。そして、調査官たちも、このデルタ航空での不具合と38便での事故を再現した結果、推測が正しかったことが判明した。その後、NTSB、アメリカ国家運輸安全委員会により2009年3月11日、トレント800に従来な欠陥、戦術の氷結した氷が、 燃料パイプでつまり供給が制限される不具合があるとして緊急改善勧告が出された。2010年2月に公表された最終報告で i イブは事故の原因として飛行中に燃料供給システム内で燃料中の水分が凝固し、放ヘ、燃料、オイル熱交換器につまりエンジンに供給される燃料が制限され、両方のエンジンの水力が減少したためとしている。 氷の生成は、この航空機が低温の環境、かつ燃料流量が少ない状況で長時間飛行を行ううちに燃料供給システム内で起きたと考えられ、着陸アプローチ中に突然自動スロットルが燃料供給を一気に増量した結果、燃料供給システムに溜まっていた氷が後へに殺到したことで燃料供給が滞り墜落に至った。しかも、 デルタ航空機の場合では高度を利用した対処が可能だった一方で着陸直前の以下を飛んでいた38便では高度を利用しての回復という手段が使えない最悪のタイミングでこのトラブル発生したそのため38便の事故の被害が機体の全損だけで済んだのは不幸中の幸いであったまた報告書では機長が墜落の直前でフラップを操作したことが 乗員乗客全員の生存につながったことも明記されている。もしもこの操作がなかった場合、機体は滑走路手前の道路や市街地に墜落し、第3次に発展していたことがレコーダーの記録から明らかになっている。事故再発防止対策として運行マニュアルの変更及び方への設計変更と交換が NTSB により推奨されボーイング車及び ロールスロイス社が対応している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。